まあ、一応一番高いところを第一グルワとして、そこからだんだん、低くなっていくんですけども、4番目にの高さのところで、面積的にも、ね、非常に狭いですね。そういう第4グルワに今皆さん立っておられるんですが、先ほどご利用にいたしました。歩きやすく城を壊しちゃうわけにいかないもんですが、先ほど堀切りを通ってきましたけど、ここもですね、第3グルワと第2グルワの間を、切っている堀切りというところなんです。幕府省というところはすごい厳しいところで、設計図か絵図が残ってないと ただ柱穴があった位置は確実に、コンクリって言ってましたね。もう10年ぐらい前だもんね。実はですね、これだけ発掘調査によってこれだけたくさんの柱穴が出てきて、あとそういう総合的に見ていただいて、同時で発掘調査では瓦はつながってます。で、壁にですね、岩盤が見えてますけども、その向こう方はまた堀になってます。ちょうど障子のでそしたらですね、これ岩盤です。硬い安山岩の岩盤をまず四角く縦にですね、掘って、さらに柱穴を、深く掘り込んでます。一本一本こういう形、四角い平面で、深さ50センチ以上で、そうした場合各地のいろんな例を見ていくと、ここに櫓を建てて上に上がる施設と下へ降りていく施設をここで、じゃあ皆さんまだいいんですよ。攻める敵は20キロの装備を着てきます。で、それでですね、先ほど言いました三枚橋城、ここです。で、今日も見えますね、一応。赤と白の、東京電、東電の塔が分かります。見えます。あそこは中央公園のところですので、あそこは三枚橋城の本丸、というのは一の郭。ですから、ここに立てば、あの櫓からでもいいんですが、三枚橋城のこの港を守るっていう役割もありますけど、この港から出ていく船で何を守るかっていうと、この沿岸をに武田水で、はこう波立ちます。だけど淡島からこちら側の海は本当に鏡の面のように静か。はい、そう、大事な軍船が嵐で敵と戦う前に沈んじゃうとまずいんですよね。だから普段止めておく海は穏やかに、で水深がなきゃいけない。でそれを満たすところはここなんです。でここしかないっていうのは、そこに長井崎の岬がありますよね。ここに水軍の城と港を作ったかというのはよくわかります。でここに立てば本当に当時の人は何を考えてどんな思いでいたかというのは、いろんなことがわかる。パネルで説明してるね。どっちが間違ってるのか。パネルの説明が逆になってる。これ乗船定員何人ですか。25人。そういう構造になりますけども。